お疲れ様です。長倉です。今日はですね、くじけそうになった時、どうすればいいのかという話をしていきたいなというふうに思います。よくね、俺のところには結構、相談というかね、なんかこう、今やってることに疑問を持って、やっぱりやめたいんですとか、っていうことが、いう相談がね、結構来ます。当然なんですよね。例えば人生を変えたいと思った時に何かをしようとするわけじゃないですか。その何かをしようとした時っていうのは、やっぱりこう人生を変えるってことはさ、今までと違うことをやるわけだから、無意識とか、潜在意識とか、脳とか、いろんな言い方あるけれども、無意識のところがね、どうしても抵抗が出てくるわけですよ。だから要するに新しいことをやらせないようにする。俺たちっていうのはとにかく現状維持を望む生き物だから、新しいことをやる、それをやり続けたら、人生が劇的に変化してしまうようなことをやろうとすると、苦痛を伴ったりとかですね、辞めたくなったりとか、辞める理由を、考えまくったりとかっていう形でですね、とにかく辞めてしまうということが起きるんですね。でも、そんな中で、じゃあ辞める方がいいのか、辞めないの方がいいのかっていうことで言えば、俺は辞めない方がいいと思うわけね。それは人それぞれだよ。人生っていうのはどんな生き方したっていいと思うから、現状維持のままっていいし、人生変えたいと思っていろいろ頑張ってもいい。それはもうどっちでもいいし、だどっちが価値があるとかないとかって全然俺はそれは思わない。ただ、少なくても何か変えようと思って、何か取り組み始めたんだったら、俺はある程度のところまでやった方がいいと思うんだよね。ある程度のところっていうのはどれくらいなのかっていうことで言うと、やっぱり1年とか、最低でも1年とかね。それなりの、量をこなすっていうことはすごく重要かなと思います。で、それがね、結果的に身になるかどうかって、結果につながるかどうかっていうのは全然わかんないね、はっきり言って。結果っていうのは運だからさ。でも、1年間やり遂げたっていうものは絶対残るんだね、自分の中で。で、これ俺いつも言ってる通り、やっぱりこう、やり続ける力っていうのが、基礎体力なわけよ。基礎筋力って言ってもいいのかな。この人生を攻略する上において、淡々とやり続ける力っていうのはもうすごく重要なのね。それを身につけたと思えば、1年間やって成果が出なかったとしてもね、何らかの形で次のステップになるわけよ。でもところが、わかんない、1ヶ月やってとか3ヶ月やって半年やって何かをやめてしまうと、結局ね、その1年、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、半年っていう期間がまた結局無駄になっちゃうわけよ。何も身につかないまま、終わってしまう可能性が高いんだよね。だから、何年だけ続けた方がいいかなというふうに思います。で、くじけそうになった時にね、どう考えるかってことなんだけど、俺がよくアドバイスするのは何かっていうと、過去、現在、未来について考えろっていう話なんですよね。だってなんで人生変えたいと思ったかって言ったら、多分、現状に、不満だからでしょ。理想と現実があって、そのギャップがあるから、その中で不満なわけじゃん。っていうのがまず1個あると思うんだよね。それをもう一回確認しようぜっていうのが1個。そして次に過去を考える。過去を考えたときに、じゃあなんでね、今こういう現実にあるのかって言ったら、過去、何らかの形でうまくいかなかったりとか、何らかの形で過去、自分がやってこなかった結果なわけじゃないですか。で、その過去をね、後悔しろって意味じゃないけど、やっぱりその過去を考えたときに、じゃあ、ね、過去の延長線上で未来行きたいのかっていうのを考えるわけ。で、それで最後に未来。っていうのを考えたときに、じゃあ自分は何に行きたいのか、どういうふうに進みたいのかっていうふうにまた、新しいことをやろうとしたね、原点に立ち返れるっていうふうになるんじゃないかなって俺は思うんですよ。なので、結果的にね、やっぱりもう一回やってみようという形になると思います。なので、1年。1年をね、目標に頑張るっていうのはいいのかな。特に、こうやって、でこれから1年っていうのをやろうと思った時に、やろうと思った時じゃないな、これをかい見てる人はおそらく何かしらやってる人だと思うんだよ。でもやめたくなる時とか辛くなる時って絶対あるんだよね。でもそれって過去を考えた時で、今までそこから逃げてきた結果現実があって、現実が理想とギャップがあって、でもそのギャップを埋めたい、そしてギャップが埋まればこんな未来が残るという形で、在過去未来っていうね形の順番で改めてね、自分を見直すと、そうなった時にですね、次に進めるんじゃないかなというふうに思います。ということで、また次回お会いしましょう。